1994年週刊少年ジャンプにて緑山ポリスギャング連載、1996年から1999年マンガオールマンにてソムリエ連載、作画担当になります。1998年から2006年ビジネスジャンプにてワンナウツ連載、2005年から2015年週刊ヤングジャンプにてライアーゲーム連載、2007年から2011年ビジネスジャンプにて霊能者小田切京子の嘘連載、2008年から2009年ビジネスジャンプにてワンナウツ疑惑のオールスター戦編連載、2011年から2016年ジャンプ界隣のヤングジャンプにてウィンナーズサークルへようこそ連載、2016年週刊少年マガジンマガジンポケットにて無敵の人連載、2019年から2021年週刊ヤングマガジンコミックデイズにて新信長後期信長くんと私連載、2021年からグランドジャンプにてカモのネギには毒がある連載中です。短編集桃源郷、ライアーゲームルーツオブザエー、甲斐谷忍短編集、以上は甲斐谷忍先生の主な作品になります。1995年から2013年週刊ヤングマガジンにて食べれません連載、1998年から1999年ヤングマガジンアッパーズにて腹下しダンデー連載、1999年から2004年ヤングマガジンアッパーズにてタモスさんの時間連載、2003年から2006年イブニングにてポジ極道連載、2008年から2010年コミックバンチにて風間亭やんわり連載、以上は風間やんわり先生の主な作品になります。1994年から1995年週刊少年ジャンプにてマインドアサシン連載、1997年から1999年週刊少年ジャンプにて明瞭亭後藤誠十郎連載、2001年週刊少年ジャンプにてカラスマン連載、2003年週刊少年ジャンプにて神奈川 S マン風天組連載、2007年から2012年ジャンプスクエアにてラックスティーラー連載、短編集ユニファイ、ユニファイセカンドジェネレーション、カズはじめ作品集、以上はカズはじめ先生の主な作品になります。1990年から2000年週刊少年マガジンにてカメレオン連載、2000年から2001年週刊少年マガジンにてポリコーマン連載、2002年から2007年週刊少年マガジンにてジゴロジゴロ連載、2008年から2010年週刊少年マガジンにてゼロ戦連載、2011年から2012年週刊少年マガジンにて爆弾爆発男子連載、2014年から月刊少年マガジンにてクロアゲハ連載中です。読み切り作品、2011年ぶっかけの矢沢、2013年カメレオンセブンイヤーズアフター、キャラクターデザイン、ゲームご意見無用、アナルシーインザニッポン、漫画サンデーマガジンクロスライン、ゲストキャラクター、以上は笠谷淳先生の主な作品になります。1976年から1977年小学1年生小学3年生にてロボットビートン連載、1977年から1981年コロコロコミックにてドラえもん百科連載、1977年から1983年コロコロコミックにてアカンベ連載、1977年から1988年小学2年生小学3年生コロコロコミックにてのんきくん連載、1978年から1987年小学6年生にて小6発明教室連載、1983年から1985年コロコロコミックにてくまくまずんずん連載、1989年から1990年別冊コロコロコミック小学1年生にてマジカルハット連載、1990年から1991年小学5年生にて面白ワープロ講座連載、1990年から1991年小学2年生にて北斜連載、1996年から1997年小学2年生にて隣の動物王国連載、以上は門倉洋二先生の主な作品になります。
1999年から2006年週刊少年マガジンにてサムライリーパー今日連載、2007年週刊少年マガジンにて白金のカラス連載、2008年から2013年週刊少年マガジンにてコードブレイカー連載、2014年から2016年イブニングにて炭酸水部連載、2017年から2018年週刊ヤングマガジンにて少林少年と不正の怪人連載。これは作画担当になります。テレビアニメエンドカード、放送の最後に流れる一枚絵です。さよなら絶望先生第2話、アルスラン戦士風神乱舞第7話、キャラクター原案、先行のナイトレイド。以上が上条明峰先生の主な作品になります。1986年マガジンスペシャルにて危ないルナ先生連載、1987年から1988年月刊少年マガジンにていけないルナ先生連載、1989年から1990年月刊少年マガジンにて 1+2=パラダイス連載、1996年月刊少年マガジンにてナナちゃんは俺のもの連載。以上は上村すみ子先生の主な作品になります。1995年週刊少年サンデーにて帯をギュッとね連載、1996年から2004年週刊少年サンデーにてモンキーターン連載、2006年から2008年週刊ヤングサンデーにて、2008年から2015年ビッグコミックスピリッツにてトメハネ硯高校書道部連載、2018年から2020年 D ビッグコミック4にてうどんちゃん連載、読み切り作品、2003年執行し、2005年渋谷のエラン、2016年自転車ダイエットの旅 in 東北、2017年太陽の街にやってきた、その他テレビドラマ重版出題、作中主要漫画角姫様の作画、 NHK テレビアニメアニパラあなたのヒーローは誰ですか、エピソード6視覚障害者柔道の原作。以上は河合克俊先生の主な作品になります。1985年から1986年月刊少年マガジンにてパラダイス学園連載、1985年月刊少年マガジンにて実力漫画岡田ゆき子物語連載、1986年から1987年月刊少年マガジンにて明日青空連載、1988年から1989年週刊少年マガジンにてヒーロー連載、1989年から1996年月刊少年マガジンにて修羅の門連載、1989年から月刊少年マガジンにて修羅の時連載、1998年から2010年月刊少年マガジンにて海洋期連載、2010年から2015年月刊少年マガジンにて修羅の門第2問連載、2016年から月刊少年マガジンにて流水の翼四季流行性回転連載中です。原作作品マイチャンピオン、夢の給付、修羅の門遺伝筆金、陸奥延命流遺伝修羅の門。以上は川原松俊先生の主な作品になります。1992年から1994年週刊少年サンデーにてオス少林寺連載、1994年から2000年週刊少年サンデーにてガンバフライハイ連載、これは作画担当になります。2002年から2005年、小学4年生、小学5年生にて、モンガの大地連載。2007年から2009年、ビッグコミックオリジナル増刊にて、愛犬しつけ教室、プラスワン連載。2008年から2009年、ビッグコミック増刊にて、クルーズ、医師、山田康平航海士連載。これは作画担当になります。2012年から2015年、ビッグコミック増刊にて、野戦の迷宮、遺伝子操作連載。これは作画担当になります。2018年から2020年週刊少年サンデースーパーサンデーウェブインでザ・ショーマン連載。以上は引田博之先生の主な作品になります。1988年から1989年週刊少年ジャンプにて恐竜大紀行連載、
1990年から1991年、週刊少年ジャンプにて、ケンニャン、ミナガタクマムシ伝、連載。1993年、週刊少年チャンピオンにて、魔盗伝説、ムー、掲載。1995年、チャンピオンジャックにて、ハリセンボンの罰、掲載。1996年、チャンピオンジャックにて、アジン戦記、ゲンヤ、掲載。1999年、サスペリアにて、怪事件探偵社、ラプラス、掲載。2001年、サスペリアにて、ジュリアの法則、掲載。2001年から2002年、週刊コミックバンチにて、先生、連載。2002年、週刊コミックバンチにて、ネムリア、海の目次録、連載。2003年、週刊コミックバンチにて、コンパイル L、掲載。2003年、月刊プリンセスにて、時の守護者、連載。これは原作担当になります。以上は、岸大室先生の主な作品になります。1996年から1999年、週刊少年ジャンプにて幕張連載。1999年から2000年、週刊少年マガジンにて泣くよ無理す連載。2002年、週刊少年マガジンにて平成自民伝説大表日と連載。2005年から2010年、週刊ヤングマガジンにて喧嘩商売連載。2014年から週刊ヤングマガジンにて喧嘩汎用連載中です。読み切り作品仮面の告白、海に行くる人々、最下級編集、ガース。以上は北康明先生の主な作品になります。1996年、キーンズロードにて、少女暴走伝説、フェア、連載。1997年、ジェットバイクにて、監視野郎、連載。2004年から2008年、週刊ヤングマガジンにて、赤道エレジー、連載。2009年から2013年、週刊ヤングマガジンにて、キッチン、連載。2014年から2015年、イブニングにて、デコボコ、連載。2017年から2018年、漫画アクションにて、ハイポジ、連載。2020年から2022年、イブニングにて、ボツイチ、連載。以上は、キラタカシ先生の主な作品になります。1991年から1992年、週刊少年サンデー増刊号、週刊少年サンデーにて戦国甲子園球剣士伝説連載。1993年から1995年、週刊少年ジャンプにて忍空連載。2005年から2011年、ウルトラジャンプにて忍空セカンドステージ糸編連載。読み切り作品ガリムの館、お魚大好き、オレンジお化けのウォーミー。以上は桐山浩二先生の主な作品になります。1999年、少年サンデースーパー増刊にてサザンクロス連載。1999年から2004年、週刊少年サンデーにてファンタジスタ連載。2005年から2006年、週刊少年サンデーにて見上げてごらん連載。2007年から2012年、週刊ヤングサンデービッグコミックスピリッツにてロストマン連載。2012年から2015年、週刊少年サンデーにてファンタジスタステラ連載。2017年から週刊少年サンデーにて大工の波動連載中です。読み切り作品フォルツァ、ユータローの海、カンピオーニ、ダウンザライン、アルタイルの残念、エンキラドスの海。以上は草間道照先生の主な作品になります。1981年から1989年、週刊少年マガジンにてアイストララバイ連載。1983年から1984年、週刊ヤングマガジンにてゲームの語り連載。1984年1986年から1995年、2002年、週刊ヤングマガジンにてシャコタンブミ連載。1990年から1991年、ビッグコミックスピリッツにて。1991年から2008年、週刊ヤングマガジンにてワンマンミッドナイト連載。2004年、週刊ヤングマガジンにて東京ブローカー連載。2008年から2012年、週刊ヤングマガジンにてワンマンミッドナイト C1 ランナー連載。2012年から2014年、週刊ヤングマガジンにてエイト連載。2014年から2015年、
ビッグコミックスピリッツにて銀界のスピードスター連載。2015年ビッグコミックオリジナルにて特別メモリスト連載。2016年月刊マガジンにて首都高スペシャル銀界のスピードスター連載中です。短編集セブンティーンセブンティーン、収録作品セブンティーンセブンティーン、真夜中の二人、シンデレラリバティ、憧れの白いスポーツカー、第三景品噂のジョニー、漫画原作東京ブローカー、神様のジョーカー、小説原案ワンアンミッドナイト失踪のバラード、ワンアンミッドナイト赤い教授、一般書籍雑誌掲載、お前の話は車ばかり、乗りたいけど買わない、自動車評論家 K。 以上は楠木道春先生の主な作品になります。1980年から1981年、週刊少年ジャンプにてアー一郎連載。1982年、週刊少年ジャンプにてスクラム連載。1986年から1990年、週刊少年ジャンプにて県立海空高校野球部員山下太郎くん連載。1991年から1994年、週刊少年ジャンプにてペナントレース山田太一の奇跡連載。1996年から1997年、月刊少年ジャンプにて僕を野球に連れてって連載。2000年から2001年、月刊少年ジャンプにてぽっかりスケムスケ連載。作画担当になります。2001年から2004年、週刊コミックバンチにて株式会社大山田出版仮編集部員山下太郎くん連載。2004年から2006年、週刊コミックバンチにて山下太郎くん海と空物語連載。2007年から2008年、週刊漫画サンデーにてオマージュ&爆弾鍋作画担当になります。2009年、漫画タイムジャンボにて神様が触れた恋掲載。2010年から2011年、近代麻雀にて月夜のすずめ焼き鳥くん連載。2010年から2015年、ビジネスジャンプグランドジャンプにて世界に大自慢したい日本の会社連載。作画担当になります。2012年から2015年、グランドジャンプグランドジャンププレミアムにて漫画で読む日本で一番大切にしたい会社連載。作画担当になります。以上は戸籍浩二先生の主な作品になります。1993年から週刊少年ジャンプ増刊号にて鉄人世界一硬い男連載。1997年から1998年、週刊少年ジャンプにてクールレンタルボディーガード連載。1999年から2008年、週刊少年ジャンプにてテニスの王子様連載。2010年から週刊少年ジャンプにてムーンウォーカー ATD アラバトスの囚人掲載。2013年、週刊少年ジャンプにてムーンウォーカー LTD ガリンペイロと光る石掲載。2013年、ジャンプスクエアにてムーンウォーカー LTD 天空の小さな勇者掲載。2017年、週刊少年ジャンプにて頭突け横浜桜花高校掲載。2009年からジャンプスクエアにて新テニスの王子様連載中です。その他、2009年、集英社文庫にて夏の一冊夏一フェア走れメロスカバーイラスト。2018年、ジャンプ J ブックスより好みたけしの天衣無縫の人生相談人生って楽しいじゃん発売。好みたけし先生は作曲作詞歌など音楽活動も行っています。以上、好みたけし先生の主な作品でした。1973年から1976年、週刊少年サンデーにて俺は直角連載。1976年から1981年、週刊少年サンデーにて頑張れ元気連載。1979年、漫画くんにて。1979年から1980年、少年ビッグコミックにて風の三郎連載。1981年から1984年、少年ビッグコミックにて愛が行く連載。1984年から1987年、週刊少年サンデーにてスプリンター連載。1985年、週刊少年サンデー増刊号にて原宿ストーリー掲載。これは作画担当になります。1986年から1987年、少年ビッグコミックにて。1987年から1996年、ヤングサンデーにて大井龍馬連載。これは作画担当になります。1987年から1988年、週刊少年マガジンにてチェンジ連載。1989年、週刊少年サンデーにて少年掲載。これは作画担当になります。1990
1973年から1994年、ピクコミックスペルロールにて、桃太郎連載。1994年から2008年、ピクコミックスペルロールにて、あずみ連載。2008年から2014年、ピクコミックスペルロールにて、あずみ連載。2014年から2018年、ビッグコミックスペリオールにて、夕日連載。2019年、ビッグコミックにて、ソータの国連載中です。以上が小山優先生の主な作品になります。